はい、どうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。信長の野望、新生反逆の武田義信編15話続きからやっていきましょう。はい、前回ですね、織田との正面衝突が起きました。合戦が3回かな行われて、一応ね、全部勝利をしております。今回ももしかしたら合戦ばっかりになりそうではあるんですが、まあね、織田家との戦は避けては通れないんで、やっていきたいと思います。6部隊、この辺の部隊入ってんのかな。ギリギリ入ってないんかな。入ってくれた方が行くさぞ、準備を万端整え、何回もしなくて済むからね。あ、これでいいんちゃう。若干敵のね、兵数が増えて不利にはなりましたけど、大丈夫やと思います。やっていきたいと思います。火のごとく侵略してくれ。さあ、敵の部隊なんですが、お通夜が大半を占めてますね。1万6000と太田牛一なので、そのでっかい部隊を無視できれば一番いいかな。3000とか4000の部隊で足止めしつつ、残りの小さい弾をね、かっこ撃破していこうと思います。はい、今回はね、敵の軒口が2個だけなんで、おそらくしっかり守ってくるんちゃうかな。でもまあまあまあ、この2部隊をのね、川の中に引き込めれば、お指図を頂戴したく、お命令を、皆の者、王所へ向かう。勝ちはおのずとね、見えてくるんじゃないかな。えらよ、いざ行かん。左のでっかいのは、じゃあ信忠に任せましょうか。王将を手に入れる時ぞ。そういう感じでいきましょう。王将を我らが手に。おつや、お、おつや曲がってきた。ここ取りに来たか。なるほど。じゃあ右からぐるっと回りますか。少し工夫を。真田正幸、ここで敵の足止めをしてくれ。一応願いまする。よし、いざ行かん。行きましょう。敵隊路を閉ざしてくれ。やったぞ。お命令を。ババも止まって。やりました。信忠も止まって。うん、いいですね。こちらに少し工夫を加えますかよ。これで残りの部隊で敵を蹂躙していきましょう。王将を我らが手に。よし、右翼から攻勢に転じていくぞ。やりにて敵陣を破ろうぞ。左翼の2部隊は我慢、我慢をし続けてくれ。一応願います。
ちょっと待った、長野を一応押さえておいて、これで OK。 自分が試される時ぞ、我こそはと思う者は続け、敵を蹴散らす、皆の者進むぞ。はい、これ交互にぶつかったら騎馬攻撃発動できる、発動してるな。我こそはと思う者は続け、皆の者進むぞ。その前に立ち塞がる者らよ、もう発動しないから、敵を退けます。いざ向かう、運が試される時ぞ。もう発動しないか、どう、いつの間にか勝家を倒してる。我が先方に手を押し通る、素晴らしい、素晴らしいですね。お指図を頂戴したく、敵を攻め立てん、いかに動くべきか、お越しを願います。敵の退路を叩くぞ、お命令を、王将を制する。大阪も前に出そう、レベル8、我らの力を今こそ見せる時ぞ。イエローだ、これで終わりにしてくれようぞ。好機にございます。はい、シェア2、我が子優勢です。今こそ我が戦法により勝機を見出す時、存在、いかに動くべきか、武の古いとこは今、こいつ我が戦法にて押し通る、我が戦法今こそ受けるがいい。お指図を頂戴したく、変わろうか、自分が試される時ぞ、我こそはと思う者は続け、この振りは覆さねば、敵を打ち払いたい。よし、これで敵に痛手を当てます。強敵入った、松を打ち取ったん、かわいそうやろ。まあ、お通夜はね、しばき倒すんですけどね。旗色の悪さは明白か。さあ、軒口一個壊してほしいな。運が試される時ぞ。信忠休憩してる。600まで減らされた。オッケー。さあ、軒口を落として敵の戦意をね、そぎました。これで威風の中城1個ぐらい落ちるんじゃ、どう。お、取りました。何ですと。オッケー、いいぞ。しかもね、ちょっと待って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 、ちょっと、お使いいたそう。これより集金に励みます。金山城、誰か武将入れんとね。
沼田助光イアン。ありがたき幸せ。武勇が低いか。感謝いたす。まあ、一旦これでいいか。兵力回復したら出せますしね。わしではかなわぬか。ご指示。ん、アザイが野戦となる。出してきてる救援。我が策の前に敵はついえた。うん、やっぱ徳川出してきますよね。まあそうなるんやったらこっちもね、味方に動いてもらいますけどね。13,000が防衛来る。うわー、回復してないなー、この辺。17,000しか出してくれへんのか。辛いね、本当に。吉信がここにおる。ちょっと裏から回る部隊失敗したな。ふん、城攻めですか。お指図。内藤は騎乗ですね。城へと引き返せ。ん、今合戦出てたのにな。城なぞ早々に奪ってくれる。城を落としてこようぞ。城攻めよ。うん、姉が工事当主が変わりました、ね、ないか。東洋が出てる、見逃さないぜ。存念申し述べ。さあ合戦出ろ。みんな心構えをせよ。4部隊。もっとでかい合戦ならへんかね。あ、でも8200とか来てるな。割とめんどくさいな。もうちょっと兵力欲しいな。にゃ欲しいな。今から出て間に合う。城攻めですか。心せねば。星名の2000だけ追加。金山城から2000こちらに追加。城攻めは良き策か。まあとりあえず合戦で蹴散らすは蹴散らしていきましょうか。一気に城を取ることはねできないですけどね。まあ敵の城を減らせれれば十分。さあ戦はさすがに次はどのように早送りでいいかな。
はい、難なく撃退しました。うん、これでどれぐらい、あ、結構取れた。まさか。これはいろいろ楽になったな。沼った。城を奪えば有利になろう。城を落としてこようぞ。うん、3つぐらい城取れそうじゃないですか。いざ戦に臨まん。城を落としてみせる。浅井の9000、それはちょっと聞いてないな。秀長の8000、それも聞いてないな。慶喜、犬山の防衛の方行きましょうか。我が前より得意ね。行くさぞ。皆心構えをせよ。攻め落としてみせた。よし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 。名古屋が結構早く落ちた。これはでかい。お断りじゃ。よく生きた。で、織田家の武将は切る。城を落としてみせる。慶喜、慶喜。城を取りに行く。真田昌幸。城を奪えば有利になろう。城を奪えば有利になろう。この城は我らが落とす。はい、合戦で倒していくよ。敵もね、もうでかい部隊出してこれてないんですけども、こっちもねさすがにきつくなってきてる。これでどこの部隊が減りましたかね。金森、さようなら。織田家の重心を切っていく。よし、これで岐阜城からの援軍は来にくくなったな。だから犬山城は多分落とせるでしょう。うわ、まだ1万、2万近い。ここに9000があるのか。2万はいるな。
戦ぞ。腕が鳴るわい。さあ、合戦、飛ばしていくぞ。主力の部隊がね、撤退に追い込まれちゃいましたね。勝を捉えたわい。貴殿には使えられません。家臣孤児。さあ、敵部隊がだいぶ撤退したんちゃう。これでそうでもない。長尾影虎ここかな。兵力がいない。城奪ったり。よし、犬山城落とせた。じゃあこの舞台で敵を攻め立て、追い払って、で、忠節を尽くしますぞ。織田家も必死ですね。ずっと兵士出してくるやん。任されました。名古屋城そろそろ、いつか返す。名古屋城そろそろ。わしではかなわぬか。承知いたしました。早々に戻るぞ。以上させて、お指図を頂戴した。援軍要請。城攻めよ。徳川の動きは止めれてるね。され、見事な散りざまよ。頂上です。下地あらば動けます。上します。犬山城にも武将を入れたい。柿崎がいます。恩に着ようぞ。冷戦仲介、徳川か。7700、敵がわあ、まさかげ一人じゃ落とせなかったか。なんという。お許しを願いまする。攻め潰してくれよ。さあ行くぞ。
腕が鳴るわい。あ、この合戦で微妙やな。勝てるかな。はいよ。あの、違うよ。はい、鳴海城取りました。泡をくれてやるわい。これより集金に励みます、うん、これでいい感じに区切りがいいんじゃないでしょうか。もう敵の防衛兵力、あーでも回復しちゃってんな。またすぐに出てくる可能性は全然ありますね。まあ次は徳川滅ぼして万全の状態で織田戦ですかね。194、マジで少なくね。下地あらば動けます。城を取る。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。コメントもお待ちしております。はい、ではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありゃすー。